エアートフラーは、スイスシャフハウゼン出身の現代音楽の作曲家、指揮者。現在、オーストリアウィーンのクリーツェンドルフ在住。1954年、シャフハウゼン生まれ、ローマンハウラマに支持し、当時ウィーン唯一の現代音楽、アンサンブルクランクホールムウィーンを設立したが、ウィーンモデルンができるまでは補助金も少なく長らく無視、されていた。 自ら式台に立つことも多く2006年には、シュトットガルト歌劇場管弦楽団の定期、演奏会にも呼ばれて、自作やベーベルン、バレーズ、マーラーなどを指揮している。ルツェルン音楽祭で、コンポーザーインレジデンスとして、ミカエル・ジャレルと一緒に教鞭を取った。ビッテン現代音楽祭では、非常に個性的な新鮮なピアノ曲で、作曲活動の再出発を図っている。作品は、 ベーレンライター出版社とウニベルザール出版社から出版されている。世代的にはポストミニマルに該当するが1950から60年代の実験精神を継承しているところに特徴がある。古いか新しいかは問題ではない。そんなことはどうでもよい。作品の値打ちは自己の作曲語法を従前に実行したかどうかである。 都市図のマスタークラスで力説している。デビュー当初はヘルムートラフヘンマンからの影響を直で被り、その痕跡はチェロソロのためのソロまで続いていた。その後はクラシック音楽に同時代の音楽を継ぎ着するタイプの作品が増え、反復語法がスコア全面を覆う。ラフヘンマンの特殊奏法と構造法からの影響を長らくそして強く受けているが、 楽器を損傷するような雑音にまでは及ばない。二大ピアノとオーケストラのためのヌンではストレートにオクターブが使われ、響きの安定感と不安定感を言ったり来たりする。真に、自己の個性に到達したのは、比較的遅く、1990年代にオクターブやサンワオンなどの超的な素材を解禁してからである。持続的な音響の後で断続的な音響を対地させ、 音自体は途絶えているにもかかわらず耳の中でその残響が鳴っているように錯覚させる作風が多い。作曲家本人は耳の記憶に焦点を当てた作曲を行っていると述べている。これはラマティが不確定性を用いて実現した音響をなるべく五線譜に確定する試みでもある。単一の楽器からの跳約音程は少なく奇妙なメトリックも回避されるために 聞きやすい印象を与える割には次の音色が予測できない。一種の音色旋律を実現していることになる瞬間も多い。近年は声楽を含む作品も多く、それらの一部は言語のドイツ語からフランス語に翻訳されてパリなどでも上演されている。演奏家にセント単位の微分音すら要求した室内オペラファマーは2005年にドナウエ神殿ンン音楽祭にて、 ドナウ・ハレビーという空間配置に適したホールで初演された後、翌2006年にアイルシメートルのフェスティバルアゴラでも再演された。ただし再演場所はアイルシメートルではなくパリ市最北部の倉庫を改造した劇場アトリエベルティエでやはりその空間配置を活かした二重舞台構造で行われた。近年の題名はピアノ競奏曲のような穏健な類を使用するようになった。 そのピアノ競争曲では独奏ピアノの断続音から比較的長めの音歌がオーケストラ全体から染み出すような還元楽法を用いており明らかにヌンで行われた実験が進化していることがわかる。にもかかわらず個々の楽器法はクラシックで用いられる類を超えないように設計されているので演奏家からは好意的に受け止められている。現在は 彼が新曲を書き下ろすごとに、カイロスがすべてレコーディングしている。採算が取れる限り主要作品をリリースする予定になっており、評価の確立した中堅作曲家として異色に応える毎日を送っている。現在は、グラーツ音楽大学のみならず、フランクフルト音楽大学で客員教授としても教弁を取る。未だに聖書には鉛筆を使っている。ありがとうございます。